はい、タイガーです。というわけで本日も補正こちら使っていきます。はい、蘇生ね3枚ぶち込みまして、はい、まあとにかくね、このキング&ディアンヌが強いということで、このディアンヌのね召喚駒を復活させたり、はい、まあこのラファエルだったりラニだったりをね、はい、どんどん復活させて、なんならビナもね復活させていこうということで、はい、まあ楽しんでやっていきましょう。レッツゴー。さあ1試合目やっていきましょう。さあ最初引きが大事。うわ、先行か。先行なのちょっと辛いな。まあまあディアンヌ打つか。いけー。さあさあさあ、フリンデルもぼちぼち強いんで、こいつノラダルはちょっとどこに出るかで考えよう。そっちに出る。 X はなしか、さすがに。でも今ならノラダルは弱いまであるな。もう行くか。こんなんコンボしてなんぼやろ。よいしょ。こんなコンボしてなんぼやろ。こんなねえ、やってやりましょうよ。でこれはさすがに下、これは下で下いきますか。おっと、ラファエル引くなら、ラファエル兄さんを引くならこっちでよくても、ならもうお話変わってきたな。こんなの知らないんで、知らんで、こんなん。おい、混合かい、混合かい。よいしょ。混合は知らんて。混合なのは初見すぎるって。まあまあいいでしょう。はい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 。まあこれ一旦カルだな。うん。これはカドフリンデルが濃厚ですね、これは。そうね。まあ一旦カドフリンデルだな。ちょっと弱いけど。900しかない。ならラニでよかったか。ならラニでよかったな。まあいいわ。さあ、はい、これでしっかりね回復入れまして、とビナ引いたよ。ビナ当てよ、ほらビナ当てよ。うん、これね守護者コンボ 1.3 しか出ないし、まあ 1.69 出るとしてもコロネとかなんで、出すと相手が出せるのって、なのでこれはビナ当てでいいと思う。はい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 、それ 1.3 しか出ないんで全然痛くなくて、さあでこれでラファエル行こう。まずラファエル行こう。蘇生値大事よマジで、考えろ。はい、最高。えぐいえぐいえぐい1レトル、えぐい1レトルって、これ強すぎる、強すぎる、強すぎる。これラファエル返したらまた次2500回復だよ。やばい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 。で S 全部引いとる俺もやばいけど、はい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 、フルフレー入ってるのね。もはやそんなことは関係ない。さあ召喚入れるよ。 E1 分かってるね、君分かってるね、君は分かってる、このゲームの面白さを。さあこれもラニを、ラニをこういったらまずいな。こっちでいいかも。これダブコンつないで殴って殴って雷撃も入れてと。はい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 。でこれね、相手はもうどうすることもできんな。まあ一応フルフレアがこっから入るんですけど、うん、それは回復するんですよ。はい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 。さあこれラファエルコンボで飛ばせるかな。まだギリ飛ばないそう。あ、間違えた。俺の HP 見とったわ。俺の HP を自分で飛ばそうしようと。勘違いしてた。はい。ということで、はい、最後、ビナ復活させて。はい、ということで、対戦、あざしゃー。さ、続いて、つくよめきました。ここがいいな。はい、ここ引く。で、引き、1枚ぐらいです。ラファエルがいる。ラファエルがいる。いいよ。
まあ贅沢を言うならラファエルじゃなくて、なんかもう違うエスゴマの方が嬉しかったっちゃ嬉しかったんですけど、まあまあまあもう引いてるだけね、はい、文句は言わないことにします。はい、最近ね、まあ動画の中では別に普通なんですけど、動画の外で全然エスが引けないんで、ちょっと文句を言わないようにしてるんですね、今。はい。一旦オセルニアと仲良くなろうっていう回です。はい。これ、イーリアンのエリカがね、特殊トライ撃なんで、シールドで出しといて後で復活も意外と嬉しいかもしれないんで、まあ、ちょっとね、シールドで出してみようかな、一旦。さあ、ダブコン決めていきますよ。はいはいはい、オーケー。でさっき思ったけど、すごいねこいつ、キング&ディアヌって次元の前で入るんだね、次元の前で復活するんだね。ちょっとびっくりしたわ、それはずるくねと思ったけど、まあ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 いいでしょうだからさっきこの獣が2体おったよな、盤面にビビったわ。さあさあ、殴っちゃって。さあラファエル、でもまだ1体しか返されてないから、ラファエル使ってもいい。ディアンヌが復活するだけか。はいはいはい、まあこれは勇気だな、勇気一択だな。でこの後ラファエルでよくね、もうこの後ラファエルでいいのでは。さあまあこれ相手はそうですね、でその倍数は取れますよと。さあ回復入れるよ、 OK でカット入れていく、いいんじゃない、いいんじゃない。ここの引き倍数、まあまあまあこれは一旦ラファエルだな。でラファエルどこに置くからな、マジで俺これマジで大事。攻撃的に行くか、攻撃的に行くならここやな。うわ、ディアンヌがえぐい位置出てる、ディアンヌがディアンヌしてる。どういうこと、どういうこと、自分でも何言ってるか分からんけど、とりあえずえぐい、とりあえずえぐいことしてる。さあこれで相手はもうラファエル取るしかないんじゃない。はい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 、そうだよね。さあ攻撃的に行った、はい、ここから召喚入れていく。いい位置。非常にいい位置でございます。さあ、これはもう一旦シールド貼りますか？一旦シールド貼りますか？よいしょ。よいしょ。OK。ディアンヌがコンボが最大3200の雷撃。はい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 。なるほど。で、こちらには、まあ、バイセもいますし。いいね。相手回復入れようにも。コンボしたらイリアンドエリカが一応壁になると。オッケー、それはオッケー、イリアンドエリカがちゃんと仕事してる、ちゃんと仕事してる。でねそうねそうねそうね、難しいね。まあ、こうだね。ちょっと数は知らないっていうことにして、一旦数は考えないものとするっていう条件を、はい、つけまして、でこれイリアンドエリカのコンボって絶対この獣絡むんですよ。で獣1800回復っていう化け物みたいなリバーサルヒール持ってるんで、これはね相手飛ばせないんですよね。となると相手はもう延命治療するしかないんで、はい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 、でそれは回復入るんで飛ばせないですね。1800回復入って雷撃と特殊食らうけど、でこれ倍勢がいるんで繋いで勝ちですね。 OK、 いいんじゃない、いいんじゃない、このデッキいいんじゃない、せーのドコーン。 OK、 はい、ということで2連勝対戦アザシャー。さあ続いてもつくよみです。さあ高校引いていきましょう。はい、高校引ける、うん、引きはまあ微妙だけど、まあいいでしょう。はい、またエアレ食らう、まあ、毎度のことなんでね。はい、ここは気にせずいきましょう。はい、じゃあディアンに行きますよ、ディアンに行きますよ。霊装者スティボル第二形態、
で、まあ、ラファエルを引けばね、どうにでもなるってことがさっき分かったんで、まあ落ち着いていきましょう。はい、囲ってくると、まあそれはあると消すしかない。で、あるとなくなったのでかいね。はい、使いやすい、使いやすいライラ来る。でもこんなもんこっちだな。はい、さあダブコン決めていくよ。よいしょよいしょ、強い。8000ですね。いいね。さあ金馬来るけども、そんなの関係ないの、殴ったも勝ちだからこのゲーム。はい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 、考えようか一旦。え、のこれもうラファエル打っとっていい気がするな。うん、打っときます。後々ここはどうにかなんかいろいろなりそうな雰囲気もあるんで。はい、さあもう半分削ったよ、もう半分削っちゃったよ。あー、ちょっとだるい、ちょいだるだなそれ。まあいいか、なんか S 引こう。一旦なんか S 引いてから考えよう。せーの、出陣できるならバイス行くか。うん、この位置のラファエルちょい微妙だった説はあるけど、まあ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 いいでしょう。はい、まあ一旦回復入れる。ちょっとしんどいけど、しんどい、痛い。まあいいでしょう、まあ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 、いやー、殴っとこ、こんなもん、こんなもん殴っとこ。ちょっとしんどいけど、だいぶだいぶしんどい。で、これあれだね、リバーサルヒールなんか表示でんから、これ相手忘れとったら結構しんどいよな。さあラファエル引こう、ここマジラファエル、ラファエルでどうにかお願い。せーの、きつい、きつすぎる、きつすぎるんですけど、これこの展開はやばい、この展開は糸まずしですわ。やっぱこれまずいよりもまずいな。うん、もう負けた、これは正直これはどうにもならん。いやー、これはちょっとね、まあ、エイリアンドエリカで当てた方が良かったかな、攻めて言うなら、強いて言うならね。まあ、こんな回復されたら無理よ。なんか、いやー、まあ、これはもうね、この引きだったらもう最後ら辺は胴あがいても仕方なかったんでね。はい、まあまあまあ、これはもう受け入れるしかない。はい、うん、これはもうね、受け入れざるを得ない。はい、まあこれはもう仕方ない。はい、ということで切り替えていきましょう。対戦あざした。さあアマテル来ましたね。はい、じゃあまた高校取っていきましょう。はい、高校取っていく。ビーナがいる、ビーナがいるよ。これはもうビーナを復活させるしかない。さあ相手どうきますか。だからさ、え、何 ?3 回連続エアレー出てきたんやん。何これ、エアレーリーダーと3回試合したん、これ意味がわからん、どういうことや。このエアレーしんどいって。あ、上に逃げられた。今回は珍しく上に逃げられましたね。どうするこれ、一旦ビナ行っとく。ビナ行って取られることある、これ。まあいいか、まあまあ取られたら取られたでっていう考え方もできるし、まあ一旦こっちでいいんじゃない。で、これ相手目線もう取るしかないよね、獣。ああ、なるほど、ビナを取ってきますよと。さあすぐに片付けよう、すぐに片付けよう。ふん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 、氷結、ちょ、氷結、いつでも氷結できる感じにしとこうか、一旦。この氷結意外と強いかもしれんから、一旦なんかいつでも氷結できるみたいな雰囲気にしとこう。うん。
だるいだるい、やめてやめて、守ってみせる、絶対に。内側、内側がいいよ。外、結局いつもこいつはそう、タイミングが合わない、タイミングが合わないランキング堂々の第1位だな。こいつフリンデルはなぜか2分の1が合わない。さあ、観老寺、観老寺さん、思ったけど、こういう時にこうってこと？これで一回観老寺氷結させる？あれ、これさ、もしかしてターンスキル今のなかったことになった？そういう仕様なの？これ今一旦バーストバリアはもう終わったっていう体なの？今のちょっとそれは話が違うんですけど、そういう仕様なの？このゲーム、そういうゲームなの？これ先言うとけよ、先言うとけ、俺の勘違いが悪いんやけど、先言うとけ。そんなもん、そんなもん勘違いさせたお前が悪い。あー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 ああ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 あ